だ、それ違う違う、あのさ、あれで、あれ前髪止めるやつ、あ、これ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 だ、これこれこれ、なんか前髪ピヨンってなってるんだけど、多分多分あれだわ、寝癖ついた、やっほー、こんばんは。なんか今日配信前また寝ちゃった、あれね、つけれない、え、こっちがピンってなってる、見て、水欲しい、ダメだもん、いやもん、可愛く拝見ありがとう、こんばんは。あ、新幹線の中なの、ね、いいね。はーちゃんはとても眠いです。こんばんは。最近さ、最近この時間になると眠くなる、え、なんでだろうなの、気をつけて帰ってね、こっち側につける。毎日うちらのメッセージ見ながらニヤついてるって、あ、よかったです、よかった。目の調子ですか、え、わかんない、なんかね、え、でもゴロゴロ感なくなったんだよ昨日よりは、でもまだまだあとちょっとぐらいね、うん、いい感じ。多分電気じゃない、明かりの、うん、はるちゃんは今日なんか目が小さく見えたのでアイラインだけやってきた目小さめだから今日なんか目ちっちゃい、アイラインとリップだけ、今日すっぴんだったんですよずっと、まあいつもなんだけどさ、うん、配信で見たら目ちっちゃく見えたからアイラインを塗ってしまった。可愛い子発見ありがとう。おにぎり美味しかった？あ、よかったです。久しぶりに新潟に雪が積もったの見たよって。ああ、確かに。はるちゃんも昨日久しぶり。昨日だっけ？一昨日だっけ？なんか雪。ね、久しぶりって感じで。歩いてて、なんか昨日よりも滑りやすかった今日歩いてた、歩いてて思ったのは、ね、でもなんかやっぱり人通りが多いところだとちょっと歩きやすかったですね、うん、こんばんは。今日見納めだったんだ、みんなそんな感じ。今日もとても可愛いですって、ありがとう、美味しい、可愛い子発見ありがとうございます。こんばんは、あ、いつもながらに可愛いってありがとう。可愛くて美人で最高ありがとう、ブサビとありがとうね。そういえば昨日ね、なんか
除雪車だっけがね、夜中にずっとぐるぐる回ってるのが聞こえてきて、あー雪降ってるんだなみたいなね、この季節になったかみたいな、頑張ってました。夜中聞こえてた、なんか結構バスセンターのコロカレ、あ、コロッケカレー美味しかったって。コロッケカレーなんだ。朝起きたら50センチ積もってて冬を実感してるって。結構積もってるね、やばいね。みんなさ、雪積もってる時ってさ外出てるの？はるちゃんはさ外、なるべく出たくない人なんですよね。何して過ごしてるんですか、仕事以外で。私の自宅は深夜になるちゅうって、やん、嫌だね。気をつけて帰ってね。雪かきの修行してるの？毎日頑張ってますか？池とか凍ってるのか。冷めてきたけどやっぱチューいないと寂しい。ありがとう、こんばんは。夜中に雷ですか？いやね、寝れなくなっちゃう。はるちゃんちょっとの音でも寝れないからね。ね、なんか昔さ音鳴っててもさ、音入りでも全然ね、うるさいところでも寝れたんだけど、最近なんか寝れなくなってきた、敏感に音にね、なってきた、ムザビートありがとう、かわいくて美人で最高ありがとう。確かにね、ちょっと出ないといけない時はあいつも出ますし、みんな仕事出ないとね。大丈夫？ドライブできるんですか？なんかさ、昨日ね車乗る機会あってさ、なんか雪が積もってる時に車乗って、なんだろう、なんかすごいね、もう車のタイヤがね持っていかれてるのが分かるんですよ。なんかガタンみたいな、なんか雪道通ってて、こうガタンみたいな、ちょっとタイヤが持っていかれてるところをなんか遭遇しちゃってさ、なんか車もなんか怖いなって感じてきてんだけどね、はるちゅん。歩くのもね怖いしね、やんねん。仕事以外出ませんって。だよね、そうだよね、はるちゃんも同じだよ。はるちゃんさすがにね、なんかビビるとはない、ビビらないけど、でもびっくりは。でもなんか昔はさ50センチ羨ましいなって思ったんだよ。積雪ね、50センチ羨ましいって思ったけど、もうね羨ましいと思わなくなっちゃった。可愛くて美人で最高ありがとう。家の中いても雪降ってると分かるよって、めっちゃ静かだからって。あ、そうなの。はるちゅんね全然何、大雪にならないと分かんない、なんて言うんだろう、はるちゃんちはちょっとにぎやかだからかなそんな言うてにぎやかじゃない。可愛くて美人で最高ありがとうね。ね、だって新潟もう1年は過ぎてるから、新潟に来て1年と半年ぐらいかな。
なってきてる。かわいこ発見ありがとう。やっほ、山形行って帰ってる途中ですって。あ、そうなの。おお、ね、気をつけて帰ってね。かわいくて美人で最高ありがとう。かわいこ発見ありがとう。仕事とお仕事以外は出ませんって、ね、お仕事も大切ですよね。そのお仕事、こんばんは。ん、何それ、凍結防止剤なんて読むんだ。あ、はーちゃんのおにぎり変えてないよ、ママちゃんちょ、梅食べていい、これ、ね、普通に。じゃ、梅を食べる。え、なんかさ、量減った、これ見て、雪積もってね、ちょっとめんどくさくなってきてる。うん、なんか外出たらママちゃんに雪投げられたし不要不急の外出控えてと書いてあったけど、新潟市来ちゃったって。あ、そうなんだ。不要不急の外出って控えないといけなかったの。クレープの食べ抑えも、確かにクレープね、最近食べに行けてないのよ。行きたいですね。ちょっと予定がいっぱい詰まってて。はるちゃん水飲んでんの珍しくない？なんかダンスの先生にもらったんだこれもらったのね、あのね、もらっちゃったの。なんかいっぱい買ってきてくださって、自主練行った時に、でなんかその場にいた方々みんなもらってた。いろはす。水あんまり飲まないけどもらっちゃった。ご食べる。かわいこ発見ありがとう。こんばんは。こんばんは、皆さん来てくださってありがとうございます。いや、食べてないよ。食べてない。これセブンの甘い干し梅、これ私大好き。今日は大塚さん推しの方と忘年会してんの。いいね、忘年会、そういう季節かも。はーちゃんも親友新潟に誘って忘年会しようぜって言おうかな。お前がこっち来いって言われるのかな、忘年会しようってちょっと今連絡してみた。雰囲気違う、前髪がないから。
うんね、除雪されてるところってめっちゃいいよね。忘年会やるって言われた。新潟来いよって新潟来てって言っとく。え、いける、年内はいける、いける、新潟来てくれたらいける。はるちゃんが、はるちゃんが千葉に行くことはちょっと無理だけど、新潟に来てくれるなら。今日ね、あれ雪のね動画を送ったんだよ。そしたら新潟羨ましいなって言われた。なんか羨もうさ、2年目入るとさ、なんか嬉しくはないの、羨ま、なんかね、雪がちょっと嫌になってくるんだけど、羨ましいなっていう言葉を聞いて、でなんか来いよって言いたくなっちゃう。うん、金がないって言われちゃったよ。可愛くて美人で最高、ありがとう。こんばんは。ね、忘年会やりたいよね。うん、あいちゃん一回もさやったことないんだよね、忘年会というものを。うん、今まで、え、あったっけ忘年会やったこと。ないよね。二人に断られた。もう一人は出てこないの。ね、悲しい。ね、厳しいって。悲しいですな。新年になりそうだな。ね、いつできるんだろう。千葉から年内新潟2回行きますよって。すごっ、さすがです。可愛い子発見ありがとう。可愛くて美人で最高、ありがとう。雪嫌いになってきた。なんかね、嫌いではない、まあね、わーってなるけど、ここまで積もったらなんか歩きづらくて嫌だ。降った日はいいんですよ、ね、あの降ってからあの2日間ぐらいその後あの滑ってね、やだ、道が滑る、うん、新潟来いってね、え、行けるよ今から。スキースノボー上手くなったとか言われそうって。さすがに、うん、あ、ね、よく言われる。そういえばなんか新潟ってどうみたいな、新潟スキーとかスノボとかしてんのってね、あの知らない、あの知らない方じゃない、友達、うん、まあ友達に聞かれるんだよ。でもさ、ね、しない、ここじゃできなくないみたいな、新潟って広いんだよって新潟って広いんだよって言っとくけど、ね、反対側だよってスキーできるのって、うん、ね、クリスマスパーティーはしないですね、家族と過ごすパーティーしない。はるちゃん友達と過ごしたこと一回もないの。なんか家族と過ごしたくて毎回家族と過ごしてるけど、去年過ごしたよね。あ、だよね、去年は行けたんだ。一昨年だっけな、とかその前とか
なんかクリスマス春チュンだけいないというね出来事がありね、用事があり、一緒に過ごしたことね全然少なくなってきたね。だからあのみんながパーティーした後にはるちゃんがの残り物のチキンとかを食べて一人で一人でケーキも食べたりしてた、一昨年とか用事があってね。こんばんは、かわいい、ありがとう。ねえ 雪ね、降るのは嬉しいね、溶け始めると凍っちゃうのが嫌だね。こんばんは、今年のクリスマスもホワイトクリスマスになるのかな。いや違うんだよ、あのもうなってるというかあれだよ、クリスマスの日に雪降るかなみたいな。このままだとさ道が凍ってるじゃん、だからもう一回降らないかなってクリスマス公演だったよね。そうだよね、で帰ってきてケーキがあった気がする。え、ケーキ食べたよね、あれ誕生日じゃないよね、あれどっちだ、え忘れた、なんか誕生日とさクリスマスがなんかごっちゃごちゃになってる、なんか両方ともあの公演の日だから、えどっちだろう、えケーキ食べた、あれあれ待って、去年の思い出がごっちゃごちゃになってるよ。まあいっか、うん、あれ過ごした、あれなんかママちゃんもなんかごっちゃごちゃになってる思い出がもう全部忘れちゃってる。え来週暖かいの、そうなの、週末暖かそうなの、えじゃあ溶けるってことこれ、マジふざびたありがとう、こんばんは、明日の夜雨なの、えマジか、雪じゃないの、雨予報、えほんとじゃん、えなんか日月か雨マークついてる、雨やだ、雨はやだ、降るなら雪にして去年のクリスマス公演は帰れなくなったから新潟で なんとかってのなんだ、なんとかってた、なんだろうこれ、車ってた、違うな可愛くて美人で最高ありがとう、こんばんは、ヤホです。ね雪なら傘いらないのにね、雨なら傘買って帰、あ買っていかなきゃってだよね、わかる、その気持ちわかる。でもね昨日ね雪降っててあの傘使わずにあのずっと歩いてたんですよ、雪道歩いてたらもう帰ってきた時になんかびっちょびちょだったんですよ。だからあの雪なら傘差さなくていい精神やめた方がいい。はるちゃんはあのちょっと気まずくなった、なんか道端歩いてる方みんなね傘差してんのにあの私ねあのこう歩いてる時に傘差さずにこう歩いててめっちゃ雪降ってて、で帰ってきた時にはもう寒くてブルブル震えながらなんか髪をびっちょびちょでお風呂上がりみたいな格好になってて、ね、急いでドライヤーした可愛くて美人で最高ありがとう、やほやほ、
年末とか2桁だしもう降らんでしょって。え、そうなの？え、待って、ほんとじゃん。今調べて気づいた。2桁じゃん、ほんとじゃん。今からさ、この気温になってよ。雨だと屋根に積もった雪が重くなるよって。確かそうなるよね。憎いね、憎くってた。関東めっちゃ晴れてるから家から持っていくのはなんか嫌だって。え、なんかはるちゃんもなんかその気持ちわかるかも。ルアシー今日も劇場に傘忘れたのって。あ、そうなの？こんばんは、かわいこ入ってありがとう。年末年始ね、暖かいのか。今年はカニ食べれるかな。カニ食べたい。初めてのお使いはアルチュンは小学校 2,3 年じゃない？3年生？え、そんなに若い？3年ぐらいだよね。アルチュンね、過保護だったし、多分家族が過保護で、はるちゃんママから離れない人だったので、買い物行くにも全部ママ連れてってたから、一人でお買い物したことがなかったんですね。一人で行ってこいって言われたら泣いてママを連れてってた。多分わがまま女だった、ね、そう、末っ子だったからしょうがないだからなんかママがいないところでお泊まりができなくて、お姉ちゃん2人がおじいちゃんおばあちゃん家泊まるってなった時も、はるちゃん1人だけ日帰りで帰ってたで、おじいちゃんおばあちゃん家に泊まれるようになったのも小学校4年生ぐらい、3年か4年ぐらいね、自立ね。そう、年越しジャンプね、したいね、するよ今年も多分。何の番組見るのかなね。テレビもつけてジャンプしたい。カウントダウンのなんかテレビさ、よくカウントダウンしてんじゃん。あれ音楽番組見てるんですよ毎年。なんだっけ、カウントダウン TV だっけ、違うな、なんだっけ。折りたたみ傘ね、上越の方で壊れたので、ね、折りたたみ傘壊れやすいの？はるちゃん、折りたたみ傘どこにあったっけ？なくした？あったよ。あ、ある。え、折りたたみ傘見つけた今。え、ママちゃんが今そこだよって教えてくれた。なくしたと思ったらあった。ね。カニ食べたいってポキちゃんのことじゃない。ね。確か新潟駅から劇場まで地味に遠いね。雪が降ってると余計に遠く感じるよね。ねえ、傘必要だよ。かわいこ発見ありがとう、こんばんは。WBC の特番見るの今年？
はーちゃんは今年何見るのかな。ジョヤの鐘ですか。何ジョヤの鐘を聞きに行くみたいな。あ、テレビでやってるやつを見るっていうこと。はるちゃん見たことないかも。あったっけ。違う、え、テレビで。え、見た。記憶にない。ね、ゆく年来る年ですか。何それ。でも福井の英雄行ったことあるじゃん。あ、そうなの。覚えてるでしょ。覚えてない。おじいちゃんと覚えてない。お寺行ったじゃん福井で。え、年越しに。年越しじゃないけど。何、行ったことあんの。あるじゃん。えー、おお、覚えてないか。あ、紅白終わると始まるの。はるちゃん紅白最後の最後まであんまり見たことないかも。なんかね、その前に家出て神社並んだりする時がすることが多いからさ、なんか最後の最後まで見てないんだよね。そういえばだからか。ね、神社並ばないとさ混むじゃないですか。だから早めに行って神社行ってた。それがジョヤの鐘。え、神社わかんない。鳴ってたっけ。鳴ってないじゃない。わかんない。え、覚えてない。かゆい。うん、うちはみんなお蕎麦食べたらみんな溶けちゃう。あ、確かに。はるちゃんの家族ね、みんなあのみんなでお蕎麦食べたらすぐにみんなどっか行っちゃう。友達と遊びに行ったりね。だから南川家年越し揃ったことない。ね、年越す瞬間。はるちゃんは3年前は3年前あの3年間友達とあの過ごしてたんですけど、去年一昨年その前友達と過ごしてて、その前ずっとねママちゃんとパパちゃんがなんか車でどっか行くってなっててもはるちゃんは家で待ってるって言って一人でカウントダウン TV 見てて、あの暑いので見に行くって。そう、カウントダウン TV 見てて一人でお家で待ってたりしてたから、家族がね4人ともどっか行っちゃってる中、はるちゃんは一人で家にいたんですよ今まで。だから友達に誘われて嬉しいですよね。うん、毎年カウントダウン一人でやってた。
一人でジャンプしてた。そうだよね、誰もいないから一人でジャンプしてた。こんばんは。今年はね、今年まだスケジュールが分かってないからね。そうだよ、正月から一家解散の南川家で、初日の出が見終わってみんな順番に帰ってきて、で私はねオールしてるんですけど、あ、家族みんなオールしてるからこそ、昼になんか集合しても家族みんな布団にこもり始めちゃって、1月1日は誰もなんか 家に帰ってきた瞬間に睡眠を始めるからなんか寂しいんですめっちゃはるちゃんはさ、カウントダウン TV を見て見ながらね寝てるのでめっちゃ元気だったりするんですよ。オールはあんまりしなくて、その3年前は見ながら寝てるから、ま、みんなが寝てる間本当に暇でね、ちょっと悲しかった思い出があるみんなそう疲れて帰ってきてすぐ寝始めるから。そうだよ、で2日に初詣、そうで2日に初詣に行くという、家にいたことしかないの。一緒に初詣でも行く。今忘年会やってるの誘われた？え、いいね忘年会行きたいな。一緒にジャンプしてくれるのありがて、ありがとうございます。こんばんは。うん、いやなんか今日10時になるの早くないって思ったけど、まだ40分だった。ね、ベルちゃん終わったのは40分だと思ってた。違かった。はるちゃんは3年間ね友達の家で過ごしてるんですよ。親友ちゃんもそのお家で集合してジャンプするっていうのが流行ってて、流行ってはないか、集合なんか友達のご家族はお家にいないね。ね、私たちが占領してるからそうで一緒にスイッチやったりしてる。スイッチして時間まで家にいて、で初日の出を、見に行ったりしてたね。こんばんは。元気よくぐるぐるていってぐるぐるてい
ね、そうだ、はるちゃんね、そう今年で役払い終わるんだけど、あねちゃんからね、あのあねちゃん一からね連続で役払いに行ってて、本当にもう何年間これ、もう相当行ったんですよ。前役っていうんですか、前役からもうずっとあの年齢差がなさすぎてもう役払いしっぱなしで、もうね、あ今年ははるちゃんのね後役だっけ、そうが終わるんで、お札を返しに行って、お札を返しに行って、これで終わるのか役払い。大丈夫だよね、次何歳みんな。女は次30代で、え違うよ、あれだよ、お父さんとかも役払いしてたじゃん。そう3回 ×3 だから、そうなんだよ、もうずっと役払い行ってて、もうねもう足しびれました、はるちゃんね、正座で待ってて、そう5人、そうだよね、お父さんの役払いも行ったよね、マジで。それでね、なんかもうずっと連続だったんですよ、南川家、もう毎年役払いみたいな感じで、もう行きたくない、ね、家族みんなで役払い行ってたから ね本当に眠い中役払い行ってて、次はもう いつだろうね、そうだよ、次女は32とか33、違うよ、家族みんなのあれを調べようと思って。お父さんは ない。え、本当？え、嬉しくないそれ。やったね。じゃあやんなくていいんだ。来年いい年になりますようにだよね。本当になりますよ。え、あるやん、あるよ、ね、あるやん、冗談言うなよ、あるあるある、60ね、あるあるあるやん、ね、お父さんあるやん、ママない、え、これガチなの、これ神社によって違うの、これ、あ、そうそうそう、ね、お父さんは役、ママある、ママある、ママあるの、ママあるみたい。え、役払いしたけどみんな幸せだったのかな。いや幸せじゃないかもね幸せだった、何かしらあったよね、うん、おもなんでうちは不幸なんだって思う、はい、ありがとう、躍動しないみたいなの、ブザービートありがとう、解雇発見ある、ありがとうございます。女性は早いんだ、じゃあ、え、33と37ってさ、もう連続じゃん、そうだよ、
この年にしたの？なんで、なんで役ってその年なの？なんで？なんだろう。誰が決めたの？ね、誰が決めたの？本当に連続やだよ。調べる？役年誰が決めたって。何？2023年のうちに何のこと？え、なんか怖い。役年って調べたらさ、女してはいけないことって出てくるんだけど、ちょっと待って、こっちの方が気になる。厄年の女性がやってはいけないことだって。え、怖い。何？何しちゃダメなの？新しいことを始めてはいけないだって。新しい仕事先に転職する。え、あれアイドルになったの何歳だっけ？18。まあ気にせずに。え、あれあ、だから占いで言われんのかな。占いでさ、占いでよくさ、なんか言われたよね。今年1年は、うん、なんだっけ、職を返しちゃダメって言われたよね。うん、そう、今年1年は職を変えちゃダメですみたいな、なんかめっちゃ言われたんだよ。そういうこと？厄年だからっていうこと？あれ、そんな、そういうこと？怖い怖い、役怖いね。なんか怖いわ、怖い。なんでだ、怖怖。役年は誰が作ったの？役年誰作ったのかな。あ、ありがとうございます。初めて入りますって、嬉しい、ありがとうございます。てか3期のさ、年上メンバーみんな厄年でアイドルになったっていうこと？そういうことやん、ね、まあいいか。そうだよ、そうだよ。でも大体のね、こうみんなそうだよね。アイドルこの年齢とかで入る子も多いからね、みんな厄年でアイドルになってるっていうことだから、まあ私だけじゃないからね、うん、大勝利な1年ですね、厄年は。可愛い子発見ありがとう。やだ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 。ね、なんかさ、お父さんの役年の時だっけ、なんかめっちゃ不幸なこと続きしなかった？いや、誰だっけ、姉ちゃんが役年の時だっけ、
え、誰だっけ、なんかさ家族みんな怪我した日あったね、か家族みんな怪我した年があったんですよ。本人に来ないでね、家族に来たんだよ。そう、そのね、そう同じ年にみんな骨折とかなんかしてね、あと病気ね、病気になって本当に大変な年があったんですよ。ね、はるちゃん骨折した？はるちゃん骨折した気がする。そう。おにぎり予約できる。やだ。早く。配信やめるよ。じゃあはるちゃん、あのママちゃんが今言ってるんじゃなくてパパちゃんが言ってるんだよ。おにぎり予約してて。ねパパちゃんが電話してくれればいいじゃんね。かわいこ発見ありがとう。はるちゃん中心の南川家だから名付けるとって、えはるちゃん中心だったの？違うよ違うよって言われちゃった。ママだって。そう確かにママが何でも、あのママちゃんがもう何か言うともうそれが全て決定権なので、ママちゃんが旅行行きたいって言うと本当に旅行行くことになるんですよ。だからママチュンが全部、そう決定権がママチュンです。こんばんは、初見です、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ママチュンは南川家の全てを知っているって。怖い、なんかお化けみたい。今来たよってありがとう。今夜も可愛いってありがとうございますね。何でも教えてあげるよ。やだ。こんばんは、ね、可愛い子発見ありがとう。そういえばさ、はるちゃんがさマラソン大会さ1位2位しか取ったことない話のさあったじゃん。あの話したっけ、マラソン大会の話なんだけどさ、はるちゅんマラソン大会の思想って知ってますか？なんかその前に1回練習でなんか前々日ぐらいに走るみたいな練習で、そう試し走りもう毎年してたんですけど、1回だけ3位になったことがあるんですよ。そう、あの小学校1年生の時に小学校1年生の時に3位になったことあって、思想で試しに走った時に、その理由がなんか小学校1年生ってみんなこうどうやって走ればいいのか分かんなくて、スタートの時にみんななんかみんなに押されて転ばされて3位になって、血だらけのまま走って3位だったんですよね。私大怪我したんですよめっちゃ。なんかみんなさ、はるちゃんが転んでる中、あのみんななんかはるちゃんをとあの抜かして走り始めちゃって、それで私転ばされながらもう泣きながらね走ったらなんかね3位になったんですね。悲しかった。その日の3日後ぐらいにあの本番だったんですけど、であとそのね次の日に、その次の次の日にはるちゅん
マラソン大会の前日、前日だっけ、前日だっけな、マラソン大会前日にあの釘踏んであったね今思い出したんだけどあの木があるから、そう、釘踏んであのあの登校中、あの学校登校中に釘踏んじゃって、で、アレちゃんその時近くにいて、アレちゃんがねその釘を取ってくれて、で、おんぶして学校まで連れてってくれたんですよ。で、ね、本当に足の裏やばくて病院行って、そうね、なんかはるちゃん小学校1年生の時不幸続きだったそれで2位だっためっちゃ痛かったね、やばくない、普通に。なんか今思い出した、きっとアドレナリンが出てたんだ。そうだよ、負けず嫌いだからね、びっくりした。でもね、幸いね、なんて言うんだろう、ちょっとね、あの古かった、古くて錆びてた釘だったんですよ。だからそう、そこまで、あの靴も、あの靴履いてたから、そこまでなんか足には影響なかったけど、マジ痛かったね本当にで本当にやばい、やばかった。なんか不幸なこと続きすぎる、はるちゃんやばいね、思想で、あのめっちゃ押されて転ばされてね、しそうでしないキス、ね、普通に泣くやつだよね。泣いてた、本当に泣いた、ね、アレちゃんね、本当にハルちゃんね、あのアレちゃんの同級生の、あの幼馴染と、あとね一個上の先輩と、あの6人ぐらいでね登校してたんですよ、学校。あ、6人ぐらいで、なんかいきなりなんかはるちゃんと1人以外みんな競争だってて、4人、あの姉ちゃんも入れて4人走り始めてダッシュしてダッシュでなんか競争だってて、あの走ってて、ではるちゃんのんびり歩いてたら釘踏んで、いてみたいな、いてみたいな感じで、そしたら姉ちゃんがダッシュでダッシュで戻ってきてくれたんですよね。そう、あ、おんぶしてくれたの姉ちゃん2だよね。そう、姉ちゃん1はその時もう部活始まってて、もうね朝練行ってて、だからそうそうなんです、いてーってなったそうね、毎回アレちゃん2とね登下校してたんだけど、部活以外に。そう、ランドセルはその友達に持ってもらってね、そうそう、それでアレちゃんが急いでおんぶして連れてってくれてね、本当に姉妹の絆ですこれがそうだよ、それ以外にもね、姉ちゃんね学校に連れてってくれてて毎回、ありがとう。中学校の時も学校よく一緒に行ってたし、はるちゃんが中学校ね、そうの時もね、そう、はるちゃん泣いたよ、だから正直いてって打撲した僕みたいな、違う、打撲じゃないね、めっちゃ痛かった、走れアネちゃんって、走れメロスじゃんそれ、そうだよね、はるか激怒したってはるか激怒してた、釘踏んで激怒ね、そう、
激怒する余裕ないね。そうですね。あとなんだろうね、なんだろう、あとね、何の話しよう。幸せなエピソードある？じゃあ幸せなエピソードほど忘れるんですよ。不幸なことばっかり覚えちゃってる。はるちゃん、幸せなエピソードなんだろう、なんだろうね、なんでだろうね、人間さ、なんでだろうね、不幸なことしか覚えてないんだよ。三姉妹で料理、お菓子作りとかしかない気がする。よくバレンタインのチョコを3人で作ってた、ね、バレンタイン近くなると、はるちゃん部活のみんなに配ってたね。だからみんなでバレンタインのチョコを作ってた記憶しかない。それ以外料理しないかも、みんなでは。なんか個人でするみたいなことあるけど、3人で料理がない、まず。うん、人間そんなもん、トラウマなわけほど頭に残るだよね。そうだよね。あとなんだろうね、幸せか。はるちゃんも幸せなエピソード欲しいな。なんだろうね、本当にね、はるちゃん自分がやらかしたこととかしか覚えてないんだよ。幸せエピソード覚えてる？やらかしたことしか覚えてない。はるちゃんやらかしたエピソードしか覚えてない、マジで。なんだろう、ね、めっちゃ覚えてないな。大笑いしたエピソード、100円玉それはるちゃん大笑いしてないのよ。これね、大笑いじゃないけど、はるちゃんは大笑いはしてない。はるちゃんは大笑いしてないです。でもなんかはるちゃんが小学校3年生の時になんか公民館行ったんですよ。なんか公民館知ってる？みんな知ってるか。公民館行って3人で遊んでた時があって、女の子友達とね、遊びに行ってこうね、普通に喋ってたんですよ。こう椅子に座って喋ってて、そしたら知らないおじさんに話しかけられて、えって思って、なんかいいもの見せてあげるって言われて、帽子と100円玉持ってないかなって言われて、ではるちゃんはその時持ってなかったから、いや持ってないですって言って、で友達がね貸したんですよそしたらそしたらなんかマジックしてあげるみたいなことを言われて、あそうそう、それでなんかいきなりなんか服めくってこうやって、で肘のところにこう100円玉置いて、こうやってうんうんってやり始めたのうんうんってやり始めてそれで100円玉がどっか消えたんだよ。消えてほらなくなったって、でここ触ってって言われて、ここ触ったら硬いのめっちゃ、えって、でここに100円玉いっちゃったみたいな言われて、えってなってマジってみんなで言って、それでえじゃあ今から出してあげるって言われてね、こうやってこうやってうんうんうんってもう一回またやり始めたの、うんうんってやり始めて、そしたらなんかこうなんていうの、手のところからこう帽子の中にこうパンチャリンってここからね出して100円玉ね帽子の中に入ったんだよ。
こうそれで「はい出てきた」みたいなことを言われて、でこんな簡単にマジックができちゃうのかって思って、はるちゅんは学んだんですよそこで。あ、これマジック、こんな簡単にマジックできちゃうのかみたいな。で家に帰ってね、そう純粋な子だったから、で家に帰って家族みんながいたから、はるちゅんもね100円玉出してって言って100円玉もらって、それでうーんってやってやったんだけど、100円玉がどうしてもここに入らなくて、それでうーってずっとやってたんですよ。そしたらなんかそれがね大爆笑されて、で今でもなんかお父さん、今でもお父さんにうーってやられるの今でもバカにされるのね、100円玉入らないのマジで、肘に入らないんだよ。本当にね、もう今でもバカにされるの。やだ。ね、お見送りでうううしたいって。ね、その、そう、ね、そうなんです。それ友達覚えてんのかな。ね。今度会ったら聞いてみようかな。成人式でとかで会えるかな。ね、会えたら嬉しいな。そうなんですよ。マジックしてくれたんです。そう、話しかけ方ね、めっちゃ怖かったね。普通になんか話しかけられて、なんか変な人だと思わなくて、普通に答えちゃってた。でもなんかうーうーってやり始めて怖くなった、ね、そう、ね、今度みんなううやってください。何、三姉妹で一番大泣きしたエピソード、そんなんあったっけ。には何も聞かなかったことにしよう。あとなんだろう違う、そういうさ、そういうエピソードじゃないでしょ、ね、そういうエピソードじゃない、違うよね、なんだろうね、ちょっとダメ、聞かなかったこと、なんだろう、なんか来たぞ。三姉妹だと末っ子が一番可愛い説ってあるよね、それ。え、だよね、そうだよね、そうだね。ちっちゃい時は2番目が可愛かったちっちゃい時は2番目が可愛かったよ、だって親がそんなこと言うな、ね、ね、みんな可愛いって言ってくれ。え、でもガチで小さい時2番目のお姉ちゃんがめっちゃ可愛かったの、本当に、なんか美少女、本当にガチ、これガチなんですよ。みんな写真見たら、え、ガチじゃんみたいな、なんか本当に天使のような子だったんだけど、まあ今も可愛いんだけど、今やばいよ、今やばい、
いや可愛い、今も可愛い。はるちゃんはあの姉ちゃんにがあの可愛いって思って生きてるから。いや今はるちゃんじゃない、姉ちゃんに。いや姉ちゃん1も可愛いんだけど、姉ちゃん1は可愛いというか綺麗だよ、美人系。可愛い可愛いだったら姉ちゃん2だよ。うんね、はるちゃんじゃない。それはね、姉ちゃん2にずっとね毎回ねあのそうあの言ってるんだけど、嘘つくなって、自分が一番可愛いと思ってんだろうってひねくれられたひねくれてね、そうサバサバ系なんです姉ちゃん。そうなんです、そうそうなんです、姉ちゃんにはサバサバしてるんでね、そういうことを言ってくるんです。でもはるちゃんは姉ちゃんにが好き、姉ちゃん1はあの化粧すればかわいいマオちゃんめっちゃ失礼なことしか言わない。可愛い美人お笑いは美人がアネチュン1、可愛いがアネチュン2、お笑いがハルチュン。これはガチで譲れない。アネチュン1と2は面白くない、ハルチュンが一番面白い。これガチ。ハルよりママの方が面白いよ。ハルよりママが面白いって そんなことない。いやそんなことある、そんなことない、そんなことある、ママの方が面白い、そんなことないね、ママちゃんの方が面白いって。そうだ、ママちゃんの方が面白い。待って、成功1は何系だって、成功1人しかいない。成功、成功 1? 成功 1? あ、そうだ、そういうことか。あのパパちゃんも成功なんですこれ。だからそういうこと。え、知ってた、これもしかして知ってた、南川家の家系。パパの方が面白いね。あのパパとママとあのハルちゃんみんな末っ子なんですけど、え、そういうこと、末っ子1、あ、これパパちゃんのこと、末っ子1ダンディ系怒られるよそんなこと待って パパほどつまんない人はいないよね。パパほどつまんないやばい、これパパに怒られる。え、ここちょっとばかりに言っちゃえば。そう、そう、ご両親末っ子で私も末っ子なんです。あと誰か末っ子？ママのお父さんお母さん末っ子。末っ子だよ。パパの方は？ママの方は、あ、パパの方は違うね。ママちゃん、ママちゃんのお父さんお母さんも末っ子らしい。パパの方は違うらしいけど、パパ何系？何系？オレオレ系。絶対違うね、絶対絶対違うね、冗談言うな。ホレホレ系なわけない、イケオジなわけない、イケオジ系もちょっと違う。やばい、冗談言うと広まりますよ、だってやだ、違うな。パパ、パパ可愛い系落ち着こう、お腹痛い、もう笑いすぎてパパなんだろうね、パパ、パパギャップの可愛さあるちょっと可愛いかもしれないね。パパ陰キャ、パパちゃん筋肉系、
そんなことないの。そうだよ、野球とかずっとやってるのが筋肉系だよ。そんなことないよ。今泣いて暑いじゃん。わかんない、ね、パワちゃん強そう。怒られる。パパ強えよ。パパ強えよだって。パパちゃんがパパ強えぞって。パパ強えよ。パパちゃんの武勇伝だって。パパちゃんの。ここの時パンチだった。だ待って、ダメだ、ダメだ。マオちゃんに言う、マオちゃんに。聞くとダメなこダメな回答しか出てこない。パオちゃんメンズノンノ系絶対違う。そんなことない。やばい、パパちゃんのあの昔のあの髪型はあの X ジャパンさんみたいな昔の。なってんの。冗談です。パワちゃんの武勇伝東大に合格だって。あ、パパちゃんが言うからね。まあ本当なんでしょうか。ね。東大に合格したみたいでパパちゃんが。あれじゃない。あのさあれだよ、あのファイナルアンサーいいよね。怒られるかな。あのさポーズちょっと待ってこれ怒られるかな。これ怒られるらしい。これ言わないで、これ言わないと僕はね、もうね、これダメらしい。これビーバップアイスクリームって知ってる？知らない。気になって夜も寝れなくなる。違う言っていいんじゃない。これあのさ、あのミリオネアね出たんじゃなくて、なんかあの選ばれないかと思って応募したらなんか当たっちゃって、でなんか出演権、あの電話かかってきたらしくて、なんか出ますかみたいな。そう、それで結局ね、あの恥ずかしいから出なかったらしい。断ったらしい。で、そうなんかね、そうそうなんですよね。何歳の時？20代の時だって。いや20代の時だって。パパちゃんが20代の時でも、はるちゃんが生まれてないから、はるちゃんは生まれてない時だって。そう、その時にあの20代のノリで投げたら当たっちゃったっていう。そう、はるちゃんが、あ、でもパパちゃんの年齢知らないでしょ。だいたい計算できる。でもできそうにない。大丈夫だよね。
手にして欲しかったって。で1000万手にしてたらね、もっと豪華な家庭になってたのかな。ね、パパチュン、パパチュン、いやパパチュン年齢は NG じゃな、 NG なのかね。マオチュンは、マオチュン年齢非公開。電話で聞くやつにママちゃんが出ることになるだって。あ、そうじゃん今さ、出演してたらさ、そうじゃん、ちょっと電話していいですかで、ママちゃんが出演することになってた。テレフォンでえ、いいじゃん、ね、出てほしかったね。そしたらさ、はるちゃんが活動中にさ、パパちゃん出たことあるんですよって言えばよかったんだよ。やだ、みっともない。ね、4択だからワンチャン。やっぱりパパちゃんつまんない春ちゃんの方が面白いネタできた今のは。パパちゃんが NG じゃなくて NGT48 って言うからさ、だから春ちゃんの方がこれもっと面白い回答できたって思った。パパちゃんの年齢知らないんだけどさ、え、そういうこと？そうだよ。うるさいこいつ。めっちゃもう連絡来る、パパが。ね、パパちゃんあ、ここでパパちゃん本当に見てるっていうことが分かったんで、ここでさ言えばいいのか。パパちゃんのパソコン全部ちょうだい。ね、パパちゃんね、使ってないのバレてるぞ。ね。ママはオッケーしてくれた。パパがどうなんだろう。そうなんだよ、ママはパパのもらっちゃえよって言ってくれてる。パパちゃんはね、なんかすごいね、めっちゃなんか今調べてくれてんのかわかんないけど、パパちゃんがよく言うのが、あのゲーミングパソコンって高いんだぞってよく言ってくれてんのよ、うん、そう、ゲーミングパソコンって高いんだぞってパパチュンの口癖のようになってる、うん、そう、うちのゲーミングノートパソコン22万なの？高っ。もうそのぐらいしちゃうんだよ。ねえ、ゲーミング高いよね。でもちょっとね、ゲームしたいんだよ。
友達も20超えたの？全部セットじゃなかった。全部、いや違うよ。多分。え、パソコンって検索履歴とか見れんの？椅子が欲しいって言われたんだけどさ、ね、あの椅子が欲しいって。え、あの椅子いいよね。ゲーミングチェア。いいじゃん。確かに。友達実況してんの？いいね、はるちゃんも実況したいな、ゲーム実況。どう？何のゲームで？え、何のゲーム？え、ま、言いたくないよね。ぷよぷよぷよ、ね、ぷよぷよだったらパソコンじゃないね、なんかスイカゲーム。いや、もうスイッチでできちゃうのよ、実況。あ、そうなの？長時間座ってても疲れにくいの？だってそうなんだ。パパに頼むか。欲しい。いくらぐらいなんだろうね。パパに頼もう。はるちゃんちのさ、ご飯食べるスペース全部さ、ゲーミングチェアにしよう。家族高っ。5から10だってみんな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 の椅子ゲーミングチェアやばいね。パソコン買えちゃうじゃん。そのうちさ、家族でさ、パソコンで会話する。そのうち家族でパソコンで会話だって。やばいそれね、家族みんなでパソコンで会話って本当にもうさ、一緒にいなくてもいいじゃん、ね、食卓にゲーミングチェア。タイピング早くなる。チーム南川で、ね、何のゲームする？エイペックスとか。エイペックスってわかる？エイペックスなら知ってる。エイペックス待って、ちょっと待って違った。違うね。エイペックスとエイペックスってちょっと違うね。もうなんかなんかね、ちょっと違うだけでね、物が違くなる。あの荒野行動みたいに打つゲーム。そうそれをパソコン。携帯でもできんじゃん。まあ、そうだ。え、パソコンだとサクサクできるんですよ。だって、早いんだらしい。動きがじゃない。よく家族でこういうことやってて、ね、そうだね。懐かしいね。家族みんなで荒野行動やってたね。
みんなサバゲー好き。あ、ママちゃんも荒野行動やってたんだよ。そうそう、今もモテるよね。うん、なんかあれみたいな、ヒメプみたいな感じですよね。ヒメプみたいな、なんか家族みんなでママちゃんのことを守ってた。でもね、そう、なんかママちゃんがママちゃんママちゃんね、ここに降りてねって言って、違うところ違うところ一人で降りて、それでなんかやっぱりさ、あの死んじゃう時ってやっぱりあのあるじゃないですか。ね、4人で死んじゃう時毎回一人で降りてた方がね生き残っちゃうんですよ、ママちゃん。それで、あのその試合あの20分ぐらい待たされたりして、そうなんかママまだやってるのって言って、なんか20分ぐらい待たされたりして、なんか一人で家にこもって、そう、じゃあママちゃんはそんな責めない、家の中で隠れて、そう家の中で隠れて、誰か来たら撃ってるんですよ。だから本当にやられないの、本当に。そうそうなの。それでもうつまんなくて、みんな違うね、あのみんなあの荒野行動見ないで普通に違うのやってた。そう、ママちゃんが試合中、違うよ、みんなに早く死ねよ。そんなこと言ってない、ね、そんなこと言ってない、早く死ねよ。違う、どうせ頼んだから早く死ねよって言ってない、言ってない。バンされちゃう、そんな汚い言葉使うと。ゲームの話ですよ、ゲームの話。違うんだよ、はるちゃんがあんまり言わない。はるちゃんはね、あのこうやってさ、こう見てる時に、あのはるちゃん、はるちゃんにとパパちゃんがひどかった。楽しかったね、荒野行動も。鼻がムズムズしてきた。幸せエピソード、荒野行動してたことが、うん、そう。楽しかったです、めっちゃ。そう、ブザビートありがとう、こんばんは。なんだろうね、あとなんかね、でも南川家って家族で結構出かけるんですよ。なんかね、こうみんなで旅行行ったりで、あ、そうだ、何キルしたら、あの何キルしたら、夜中にあの パフェ食べようって、あのパフェをかけて、荒野行動をよくやってた。そうそう、で家族合計で 10以上キルしたらパフェとかで、もう夜中にね 3、4回ぐらい、なんか結構パフェ食べに行ってたんですよ。そうそう、12時過ぎててもなんか次の日仕事とか学校の日でも、よしこれであのパフェ食べに行くぞみたいな。そう、それでパフェ食べに行ってた。そう、ママなんかキルしないとね。そうなんです、ママちゃんはキルしないんです。
ね、はるちゃんとあねちゃん2で頑張って10を貯めて、そう10以上やって、そうママちゃんはあの1キルもせずにあのイエーイって言ってそのままパフェ食べに行ってるんだけど、そうあねちゃん1もあねちゃん1もママよりかもしれない。でもママよりはうまい。多分あねちゃんにはるちゃんでちょっとここに差が開いてでちょっとここちょい差あってパパちゃんでここに大きな差があってでアネチュンでめっちゃ大きな差があってママチュンです。そうこれそうです、これが荒野行動の強い順。そうママチュンは3年4年ぐらい荒野行動やってても一向にうまくならないマジでマップも覚えられないの本当に。もう毎日のように荒野行動やってるんですよ、これガチで。毎日荒野行動やってよしここに降りようって言ってさ、やっぱり5人だとさなんかこうやって手つないで降りれるんだけど最後の最後に離れていっちゃうんですよ、離脱するとき、離脱してこうなんて言うんだっけあれ、パラシュート、そうパラシュートで降りる時には離れちゃうんですよ結局ね。そのパラシュートの時にあのマップ反対方向行っちゃってよく怒られてます。ママ反対だよママってで、そうそこからなんですよ、ママちゃん降りるところからやんないといけないの。そうママギャグってじゃそれね、そこからなんです。あので武器持って車乗るよって言って車をママちゃんの目の前持ってきてくれるんですけど、あの姉ちゃんがねあのママちゃんの前まで迎えに行ってあげるんだけど、どこどこって言って後ろ向くんです必ず目の前に車あるじゃんって、何あれはって、目の前何なのってあなたに見えてるのは何なんですかみたいな。そうそこからなんですマホチュン、これ4年ぐらいやってんのにこれ一向に車も見えてない毎回こうなるんですね。そうコントしてるみたいで本当にそうなんです、ね、これはってね、アネチュンもちょっとね何見えてんだろうみたいなそうなんですよ、何回も車持って行って乗ってね、あのママちゃんを迎えに行ってあげてるんですよ必ず。それなのにどこどこって言って一周回るんですよ必ず、一周回ってどこどこってやってるのもう荒野行動の話でいっぱいね、話せる。そうそれなのになんか一番強い武器を持ってこいみたいな一番強い武器を貸せみたいな、ね、そうママチュン撃たないのにね、こうそう戦ってるよ戦ってるって言わない、ハルチュンたちがよし武器持ったみたいなね、武器持ったとか言うとママまだ強い武器持ってないってそれよこせみたいなそれよこせってよく言われてた。そうで仕方なく武器をあげると敵にやられて、もうママちゃん敵に物資を与えてるみたいな。そうはるちゃん、ね、はるちゃんがあげた物資が敵に取られたみたいな。そうなんです毎回そうなる。そうなんですよ。で回復もなんか回復持ってないみたいな言うから、はるちゃん回復ね止血切っ
ットとかいろいろと包帯とかねあげるんです。それも敵に取られちゃうんです本当に毎回。で、はるちゃんは半分あげてるの、ね、数少ないね止血キットでも本当にあげるんですよ。でもまおちゃんやられていなくなっちゃうんです一人で戦いに行くとこうなっちゃうんですね、そうなんです。そう、それでもはるちゃんとあねちゃんで10キロ以上してパフェ食べに行くの。そうね、そう、いやママちゃんね戦いに行くというか迷子になりに行ってる本当に。なんかこれもう残り人数少ないからみんなでみんなでいるよみたいな、5人で行動しようって言ってママちゃん一人だけ反対方向行くんだよ必ず。で気づいた時には敵にやられてるのそう、地図の見方が甘い。そう、そうなんだ、地図の見方が分かってないらしい。迷子になって撃たれてる。まーちゃん方向音痴ですね。こんばんは、可愛い子発見ありがとう、ね、実質マイナス1ですね。いや実質3人で戦ってるみたいな感じ。なんかアネチュン1とママチュンは2人で1つみたいな、ね、そう。いやパパちゃんとアネチュンかな、パパちゃんとアネチュンかなが2人で1人みたいな感じ。怖いママちゃんよりはひどくないわ、アネチュンは。そう、ね、そんな荒野行動の話してたらもう10時45分だ、やば、もう90分も終わってんの。ふざびてありがとう。だってさママさ一番下手なのにさ変な羽とかつけたりするじゃん、あれとかバレちゃうからやだってそうだそうだ、なんかマーチュン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 ね一番下手ってね自覚してるらしいんだけどさ、マーチュンねよくママチュンの携帯いじって着せ替えしてあげるんですよ。その時になんか変な羽とかなんかあとなんだっけあとあドフラミンゴのさあのマントだっけ、 それをね着せてあげて隠れられないの本当に。なんか目立つんです目立つ服装で目立つ服装でよく荒野行動やってるからこそ敵にバレやすいんですそう隠れられないの。そうよく着せ替えさせて着替えさせてあげてる。そう妹もバレちゃう。そうね、あ音が鳴っちゃった。ねそうなんですよ。そうそう、もうすぐいいかな、終わりの時間でいいかな。ね、明日って何かあったっけ。明日何、明日クリスマス？イブ？
明日クリスマスイブっていうことは早く寝ないといけない。そうだね、クリスマスイブっていうことは早く寝ないといけないんですよ。サンタさんが来るからね。え、でも夜やろう、夜がいい。朝はちょっと明日はゆっくり起きたい。あ、でも M1 グランプリやんじゃん。え、 M1 グランプリって何時からだっけ。そうだ、友達と電話しながらというか連絡しながら M1 グランプリ見ないといけない。ね、靴下、いや違う、靴下用意しなくていいんだよ別に。だってはるちゃんがあのサンタさんに頼んでんのゲーミングパソコンだもん。パソコン頼んでるから入らない。もーちゃんゲーミングチェアだってサンタに頼んでるらしいね。そうだそうだ、決勝22時までなの。あ、そうなんだ。どうする、明日の配信。でも何時だろうね、何時にする。でもいいや、もう録画しよう。そうだよ、録画するからいいや。もうなんでせっかくの日曜日だよ、みんなみんな、ね、せっかくの日曜日だしみんなと過ごそう。うんね、SNS を見ないようにすればって、いや多分ねコメントでね何々が優勝ってネタバレされる未来が見えるね。まあうん、まあまあまあいいよ、夜で、夜する配信ね、録画して寝ただけ、ネタだけ見る。いいよもう、うんうん、じゃあちょっとランキングいくね。明日はだってせっかくのクリスマスイブだよ。固定コメントに M1 のネタバレ禁止と書いとくしかってねえ、まあそうなるね。よし、じゃあランキングいくんぞいん。13位からいきます。13位れいちゃんずちゅん、ありがとうございます。12位さりょうちゅん、ありがとうございます。11位ちーぼーちゅん、ありがとうございます。10位ルディエカちゅん、ありがとうございます。9位まるちゅんちゅんちゅん、ありがとうございます。8位ビルバラちゅん、ありがとうございます。7位堺のましいちちゅん、ありがとうございます。6位すいばらの赤ティーさんさんさんちゅん、ありがとうございます。5位特上カルビチュン、ありがとうございます。4位チッチ沼チュン、ありがとうございます。3位ドラミチュン沼チュン、ありがとうございます。2位トマオチュン、ありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルルン、トムチュンです。ありがとうございます。ありがとうございますね。しんゆちゃんの連絡もちょっと通知オフにしとくか。いや、そんなこと、まあまあ、うん、ね、あ、夜ご飯今日ね、食べに行ったというのが正しいのかな。今日はあれ食べた、焼き鳥食べに行ってきた、ママちゃんとね。新幹線から自宅までずっと配信見てたよって。ありがとう、嬉しいね、ありがとうございます。また明日も配信するんでぜひ来てね。
いいなって。そう、なんか焼き鳥食べたい気分になってね、昨日の配信の時から言ってたんだけど、それを実行してきたね。そう、美味しかったです。それでは今日も一日お疲れ様でした。また明日も頑張ろうね。ありがとう、みんな来てくれて。また来てね。バイバイ。おやちゃむ、いい夢見てね。おやすみなさい。おやすみなみかーって、ありがとう。またね、バイバイ。またね、おやぷみ、おやちゅん、おつちゅんだった。またね。